はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、まあ多分タイトルに書いてある通り、呪いのビデオ、まず3つゲットして、そっからさらにもう1個呪いのビデオ、要は合計4個入手したらどうなるのかっていう、ちょっとお話なんですけど、実はですね、ツイッターの方でそちらを達成された方がおりまして、でもちょっと画像とかね、ちょっと使用していいかちょっと聞いていませんので、はい、ちょっと画像はお見せできないんですけど、これはもうよかったらツイッターで多分青鬼オンラインって調べたら出てくるかな、はい、と思うんですが、ぜひちょっと見ていただきたいんですけど、もう、呪いの宝箱は持てません、呪いのビデオは持てませんっていう、はい、そういう文字が出てきます。もうこれは見させていただいたので確定ですね。3個ゲットした状態で、前まで青鍵の時ってそのゲットしても3つゲットしてる状態でもう1個ゲットしても確か入手できたんですよ。でも呪いのビデオに関しては3つゲットしました、もう紙吹雪が降っています。でもう1個ビデオゲットしようとします。そしたらもうこれ、もう、呪いのビデオは持てませんっていう文字だけが出てくる。その画像が出てくるわけでもなく、なんかあれです。なんかよく、なんて言えばいいんだろうな、呪いの、宝箱開ける瞬間のさ、ゲージみたいな感じで、なんか、文字がね、出てくるっていう感じですね。だから、4つ目を持つことはできないんですけど、3つ持ってる状態で、1つ、取ろうとすると、はい、今まで青鍵とは全然違う仕様になるという、面白い、ことになると。いやー、ちょっとね、本当はちょっと聞こうかなと、ちょっと使わせていただいていいですかって、まあ聞こうかなとも思ったんですけど、まあことで多分これは全然説明できること、まあ本当に、本当なのって思ったら、全然ツイッターの方で多分青鬼オンラインって調べたら多分出てくると思うので、画像順とかでやったらね、ぜひ、見てみてください。はい、ということで、とりあえず、あなたは人のパクったんですか？違うんです。見えちゃって。その方は実は、何回か、その、情報を提供くださってる方で、はい、いつもありがとうございます。そして今回は勝手に、ツイッターで見て、言わせていただきました。はい。まあ、一応画像とかは、ね、勝手に使わないようにはね、しますけどね。はい、無断で使用とかになっちゃうから。全部取られる。まあ、とりあえず待っとうか。そうだよね。貞子祭りじゃないもんね。ちなみに、もしかしたらもう動画出てるかもしれないんですが、これ出してる頃ね。なので、一応まだ出てないかもしれないので言わないんですけど、実は今、結構長めというか、ちょっと時間がかかりそうな、ちょっと検証しておりまして、まあ、よかったら見ていただけたら嬉しいです。まあ、その時、こうでしたっていう、これのことかってもわかると思うんですけど。あ、いたいた、間違えた、取られる。まあ、仕方ない。いやー、どれか貞子欲しい。待って。マジで欲しいな。まあ、なんとかちょっと青銭貯めて、ドデカサダコ当てましょう。はい。まあ、もしかしたらね、この動画が投稿されてる頃には、サダコゲットしてるかもしれないんだね。ヤトロンさん、持ってるの何言ってんのって言われることが一番理想かな。いや、どうしよう。このままドデカ出なかったら。いや、結構ね、ドデカサダコの、動画上げる、要はガチャの動画上げるたびにね、単発で出ましたとか、まあ単発ならずとも100連目で出ましたとかすごいコメントあるんですよ。で、まあツイッター見てても結構当たってる人多いと思うんですよね。いやー、運ないですねっていうコメントで溢れてたね。まあそうだよね、運ないよね。まあ目つけられてるからね、運営さんに。うん。まあそれ致し方なしかな。もうこのやられた人のキラキラからドデカサダコ落ちたりしない？バグで。ドデカサダコ入手しましたみたいな。そういう仕様ないの？ぜひね、ドデカサダコ持ってる人問題になるけどさ、そんな本当にあったら、本当に問題にあったら問題になっちゃうからないんだろうけど、持ってる人から奪い取るみたいな、そんな機能あったらね、まあ発狂しちゃう。絶対ダメだけど、なんかフレンドマッチ限定であってほしい。その次の試合のみドデカサダコ使えるみたいな。いや、いいな、欲しい。いや、ずっと使うかどうかって言ったら微妙ですよ、正直。大きさ的にもね。ちょっと使いづらいとこあるから。でもやっぱり入手しておきたいじゃないですか、初めてのコラボでさ。で、そしたらほら、トライアングルさん、トライアングルさんという人は、ちゃんとコラボを大切にしとんのって言って、なんか、もしかしたら、なんかね、
その別に案件はいらないよ、案件は僕絶対断ってるんでいらないんで、なんかイベントとかに呼ばれるかもしれないじゃないですか、サダコイベント。どういうイベント、あぶっ、どういうイベントだ、サダコイベント。やだな。あなたをリングの世界へ。やだ、リングはリングね。カーンの方のやだったらやだったけど。やだよね、ホラー映画のリングの世界を体験できますみたいな。招待券みたいな。あなたはいっぱいコラボ頑張ってくれましたので。えた、オッケー。さあ、裏ステージは確定でしょ、行きましょう。じゃあ、裏ステージ。ありがたいですね。サダココラボのおかげで、裏ステージは確定に出てくるので。さあ、この姿でいけるかな、裏裏ステージ。いけるかじゃない、行くしかない。スタート、最後。さあ、とりあえず、ちょっとあと、皆さんに、ちょっと言わせていただかないといけないというか、まあ、その、ちょっと言っておこうかなと思うんですけど、あの、宣伝、まあ、ドデカサダコ弾くって言ったじゃないですか。弾きます。もうそれは弾くんですけど、もうね、その一本動画っていう形で、危ないって、その、なんか300円一気に弾くっていうと、僕のね、精神的苦痛がやばいんですよ。なので、これからは、青銭、まあ、溜まるので、どんどん引いていく形、だ累計1000枚になるとは思います。はい、ガンガンこれからも引いていくので、だからそれでちょっといいでしょうか。だから今日この後、ちょっとガチャを、どうかな、あるだけ全部、ちょっと回そうかなと、はい、思っております。もちろん、いけるか、合計1000連になるんで、今400連目かな、なんですけど、まあ、ちょっとずつ、イベント終わるまであと、どれぐらいある ?7 日か8日ぐらいあるんでね。はい。やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、裏裏ステージ行きましょう。なんだこれ。さあ、ゆっくりで、ゆっくりしていってね。ゆっくりしていってね。ゆっくりしていってね。裏ステージさん、ゆっくりしていってね。マジで。マジでゆっくりでいい。本当にゆっくり。ゆっくり。ゆっくりスローライフ。早ーい。あ、しかも無理だ。無理な、無理な、無理なやつ。間に合え!やーん!無理ですね。はい。まあ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 、ここから9000枚ありますので、30連、まず30連引けるんで、30連引いていきたいと思います。いやもうね、まあ、精神的にきついっていうのと、あと、もう、青銭あったら、実況中にも引きたくなるんですよ。はい。だちょっと今ね、裏作業してて、ちょっと青銭集めれてないんですけど、まだ期間中ずっと、3倍デーなので、まあちょっとガンガン、集める日を作りますので、その時にまあ、できれば10万枚まず集めたいですね。そしたら一気に、300連ぐらい引けるので、ちょっとそこで当てたいと思います。とりあえず、ということで、まず30連、いきます。頼むぞ!頼むぞ。もうスキップじゃ出ない気がして仕方ないんだけど。もしくは、クジラでもいいよ。クジラが出てきてくれたら嬉しい。クジラもしくはサダコ。頼むぜ。セニョリタ。ゾウでもいいのかな?ゾウでも一応、スキンチェンジまであと1個になるのか。頼む。頼む。お願いだ。頼む、来てくれ。お願い。サダコくーん。サダコくーん。磯野くーん。お願い。落ち着いて大丈夫。20連。いや、まだそんなね、あってなるほどじゃないから。10連だから。てか、まずここでダメだと思っても仕方ないと思う?うん、30連で出るわけがないんだ。そう。あなたは400連引いたんですよ。400連引いて出なかったんですよ。じゃあ出るわけではありません、30連で。わかりましたか?はい。うん、なんか、すごい今気楽になりました。うん、今なんか、心の中の、天使の僕になんか、怒られたら、はい。もうなんかすごい今気楽になったわ。さあ行きましょう。僕の心の中天使しかいないので。よし。さあ行きましょう。ラストですね。ラスト10連ですね。いやでも出てきてくれることに腰かこ。Thank you! あと1個。これはいい。やっぱこうやって弾いてた方がいいかもしれないな。あるうちにね、ガンガン。OK! これはマジで嬉しい。ゾウは最高。最高です。いや、いいんじゃない?だって、これでゾウで、残り一つで、ゾウが、カラーチェンジ、するんで。だから、クジラとゾウ。その、どちらか出れば、まずカラーチェンジ確定。カラーチェンジはマジで少ないはず。人。人っていうか、やってる人、持ってる人。ほら。来たよ。4の5。現在、
まあ、ちょっと、うん、これ見たくないんだけど、本当はもう羨ましくなるから、欲しくて欲しくて仕方なくなるから、ちょっと言いたくないんですけど、まあ、まずドデカサダコでしょ、これがまず欲しくて。てか、全く出てきてないじゃん、あなたたち。どういうことよ ?0.08 なんでしょ、もっと頑張りなさいよ。てか、あんたなんて 0.2% でしょ、なんで出てこないのよ、なんて日だ。はい。まあ、とりあえず持ってないのが、とりあえずワニくんでしょ、で、カピバラ持ってない。で、ありがたいことにハリネズミはゲットしました。で、サイも持ってないですね。で、ライオンは持ってる。ライオンゲットしました。で、ペンギンも最近ゲットしたんだよね。で、ペンギンゲットして、ホッキョクグマも持ってて、意外と持ってる。結構集めれた。で、クジラが4の5。はい。で、カンガルーが1体ですね。で、ゾウちゃんが2体。で、ゾウが4。なので、ゾウとクジラくん。で、あとサイとカピバラ、ワニくんゲットすればもう、あ、でもハムちゃんがあるのか。はい、一応、ドデカスキンもね。その、なんだろ、全部集まりますので、コンプリートという形になりますので、まぁ、ちょっとまだガンガン、まだサダココラボありますので、時間ありますので、26日までですね。まだまだあります。大丈夫です。21日、22日、ちょっと警察犬訓練士のちょっと大会があるので、ちょっとその時できないんですけど、他でがっつり食べたいと思いますので、生放送しようかな。もしかしたらサブチャンネルの方で生放送するかもしれないです。はい。青銭集めっていう、タイトルで。で、皆さんとちょっと雑談しながらね、やっていくかもしれないので、ちょっとよかったらサブチャンネルの方をね、調べて、見ていただいて、チェックしておいてください。はい、ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、そしてベルマーク、よろしくお願いします。そして、まぁ、ちょっと TL の方でね、見させていただいたんですけど、画像っていうかね、くださったじゃないんですけど、はい、いつもご提供くださる方ありがとうございます。じゃあお疲れ様です。バイバイ。